一面が凍っていますね。これはどうしました？青バラの剣だ。ユージオ、なんという、これを引き起こしたのはユージオなのですか？ああ、間違いないだろう。今から数時間前。え、エンハンスアーマメント、させねえよ。せあ、なに、そいつを剣の代わりにしただと？騎士長閣下、なぜこのようなお姿に？これはユージオの武装感染支配術じゃないぞ。私もそう思います。昔おじさまから聞いたことがあります。元老長はあらゆる人間を石に変えてしまう権限を与えられている。その対象には聖号騎士すら含まれると。確か術式の名はディープフリーズといったはずです。ディープフリーズなら、このおっさん、でもどうして今や侵入者を討伐するための貴重な。おじさまは元老院から降りてくる指示には密かな、しかしかつての私と同じように氷、これまで英語の日々を戦ってこら、元老長にいかなる権限があろうとも。おじさま、何をして。ディープフリーズを自力で解除しようとしているのか。おじさま、やめて、もうやめて、体が壊れてしまうわ。よう、ジョーちゃん、そんなに泣くんじゃねえ。おじさま、心配すんなって。こんな術式一つで俺がくたばるわけがねえ。それより、そうか、ジョーちゃん、ついに壁を越えたんだな。この俺が300年かけて破れなかった右目の封印を。おじさま私は。そんな顔すんじゃねえ。これでもう俺がジョーちゃんに教えることは何もねえ。そんなこと、そんなことありません。おじさまにはもっともっと教わりたいことが。ジョーちゃんならできるさ。氷協会の過ちを正し、おい小僧、アリスの嬢ちゃんを頼んだ。わかった。お前の相棒は元老長チュデルキンが連れて行った。おそらく最高司祭殿の許
居室へ。おじさん、ユージオはやはり急いだ方がいい。話したことがあるのか。一度だけ。もう6年前になりますが、召喚主であり人、見た目には剣は愚か、あの目。あの時私は最高司祭様を全てを捧げて使えねばならぬ。アリス、大丈夫です。さあ、おい貴重元老長チュデルキンを吊るし上げて術を解除させ。敵がいます。行くぞ。ナイス。That was pretty easy. お前、30号、なんでこんなところにいるんですよ。反逆者の片割れと一緒に塔の外に落っこちて落ちていたはずですよ。私を番号で呼ぶな。私の名はアリス。そしてもう30号ではありません。フラキ。裏切る気か。このクソ騎士風情が。てめえら聖護騎士は単なるデックのくせに、私の命ずるまんま動く操り人形のくせに、こともあろうに外科を最高司祭アドミニストレーター様を裏切るだと。我らを人形にしたのは氷協会でしょう。シンセサイズの秘技によって記憶を封印し、強制的な忠誠心を埋め込んだ上で、天界から召喚された騎士だったというまやかしを信じさせたのですから。なぜどうしてそれを。わずかに残っている記憶もあるようです。隣の元老院に踏み込んだ時、一瞬だけ見えた光景、元老たちの三日三晩に及ぶ多重術式によって。ええ、その通りですよ。どこぞのクソ田舎から連れてこられたお前は、生活規則の抜け穴を見つけて、それでも一生懸命に勉強すれば。でもね、そんなわけやねえんですよ。新生術講師権限がたっぷり上がったところで来ました、強制新世サイズ。二度とお家に帰れないと知った時のお前の泣き顔たらもう、そのまま石に変えて私の部屋に永遠に飾っておきたかったくらいですよ。お前今妙なことを言いましたね。強制シンセサイズと、まるで強制ではないシンセサイズの儀式があるような口ぶり。案外と耳ざといですね。その通りですよ。この部屋を知っています。ここは6年前聖護騎士見習いとなった私が目覚めた場所。行きましょう。 Wait, what? Is it now? Holy shoot, let's go! まだ聖護騎士が残っていたのか。確かにあの鎧は、言えても。ユージュ。お前の相棒は、ユージュは、すでにシンセサイズされています。嘘だ、そんな。だって君の時は三日三晩かかったって。それは私が必要な術式の詠唱を拒否したからだと元老長は言っていました。つまり、ユージオ、俺のことがわかるか。俺はキリト、お前の相棒だ。ルーリットを出てからの2年間ずっと一緒にやってきただろ。ごめんよ、君のことは知らない。でも、ありがとう。何が？僕の剣を持ってきてくれて。真意の解明。お前の欲しいもの、それはアリスより大切なものなのか。知らない。
知りたくもない。君のことも誰かのことも嫌なんだ。ユージ、覚えてないだろうけど、お前に剣技を教えたのは俺だ。師匠としてまだ弟子に負けてやるわけにはいかない。Yes, we are going to fight Yuji. Oh, finally. What the hell? He's using it directly? Oh my god. Ah. Yo, what? He's following my skills. Nice.Yeah, I like this weapon, man. It's either the update or it's just because of Yuji. Enhance our momento!He's too quick. Shit. See, I still don't know how to do this. See? How? How do I exactly supposed to do that? Like a G, I don't know.It's over? どれだけの時間、剣を交えているのだろう。この勝負に終わりはあるのか。友情、やっぱりお前は強い。いつ追い越されるかとは思ってたけどな。無駄口を叩いたのは容赦はしない。What was that scene for? Come on. Alright. Horizon! Not Jamal Damn, what? What? What is this? Why is she joining the fight now?最高司祭はシンセサイズの秘技で、ユージを最も大切にしている人の記憶を奪ったはずだ。ですが彼は私を見ても何の動揺も示しません。でもだとしたら、ユージは一体誰に関する記憶を奪われたんだ。それを二人で確かめましょう。ただ目にするのではなく、剣を交えることでユージを奪われた記憶を刺激できるかもしれません。わかった。二人でユージオの目を覚まさせよう。おお、ナイス。アリス、join the fight。わあ、ガッド。
Really? Ah, God, I failed.Ah! Ah! Oh, nice! Okay, okay, okay. Chance! Nice! Oh, finally I can get to learn the tackle thing.Oh, fine, fine, that is so good. そろそろ戻ろうぜ。バレちゃうよ。まだ大丈夫よ。もう少し、もうちょっとだけ、ね。なんだ、二人とも朝から見かけないと思ったら、こんなとこにいたのか。一体何をやってたの？バレちゃったわね。三日ばかり早いけど、ユージよ、誕生日おめでとう。ああ、blessed。これ、僕に、こんなすごいもの。お前の兄ちゃんが持ってるみたいな本物には負けるけど。でもこいつは、雑貨に売ってるどんな物件よりもすげえんだぜ。本当だ、これ。兄ちゃんの剣よりも重いよ。すごいや。僕大事にするよ。ありがとう二人とも。嬉しいな、こんな嬉しい誕生日の贈り物、初めてだ。おい泣くなよ。思い出したよ、ユージよ。俺たちが出会ったのは2年前。あのギガス時代の前じゃない。もっと昔、幼い頃に俺はルーリットの村で大切な幼馴染と同じ時間を過ごした。ユージよ、そしてアリスと。なぜこんなに大切な記憶を俺は忘れていたんだ。北の洞窟への冒険も、アリスが禁忌を犯した瞬間も、そしてあの時、アリスが聖豪騎士に連れ去られる場所に俺もいたんだ。お前だけのせいじゃない、お前だけの責任じゃない。アリスを取り戻す、それはユージと俺二人の目的だったんだ。やっぱり俺はお前と出会うためにここへ来たんだよ、ユージ。キリット、アリス、ユージ、思い出したのか、ユージ。ああ、僕も思い出した。ユージ、キリット、
イリー・スリコレクション。ユージオ、なんで。ごめんよ、キリト、アリサ。What the hell? This is different. Why? Why is he thinking like that? Come on. And the part ended like this. Nice. 意識を取り戻した時、僕は誰よりも大切な相手であるけど、そうと気づいても頭の芯に突き刺さる冷たい棘は、木棘はおそらくエルドリアの額に刺さっていた。その棘からは最高司祭様のためにやむなく青バラの剣の記憶解放術を発動させて、棘の命令に抗いながら戦いを中断するには。おお、本来の意識を保っていられる時間は自分が消えてしまう前に、僕は罪を償わねばならない。5分でも10分でも時間を稼げれば上出来と思っていたら、おやまあ、せっかく芸家に賜った鎧を派手にぶっ壊しちまいましたね。まさか反逆者どもにやられっぱなしで逃げ帰ってきたわけじゃないですよね。反逆者2人は氷の中に閉じ込めてきました。元老長官か。ほうほう、氷に閉じ込めた。それは結構ですけどね。きっちりとどめは刺したんでしょうね、32号。いえ、とどめは刺していません。元老長官、反逆者を足止めせよと最高司祭様のご命令でしたから。いけません、いけませんね、32号。私を呼ぶときは元老長閣下と言いなさい。閣下ですよ、閣下。最高司祭様、おかえりなさい、ユージ。 Oh, what the hell? She's not in the bed? She just blew right there? Yeah. さあ、こっちにいらっしゃい、ユージよ。約束通り、あなたの欲しいものをあげましょう。あなた一人だけの愛を。はい。わ。その前に、もう一度ちゃんと顔を見せてちょうだい、ユージ。おあつらい向きに記憶の穴があったから、そこにモジュールを挿入してみたけど、やっぱりまだ少し不安定みたいね。仕方ないわ。シンセサイズし直すことにしましょう。ご褒美はその後でね、ユージ。体が動かない。頭が。そう、そのままじっとしててね。今からあなたの額に入れたパイエティモジュールを抜き取るから。さあ、取れたわ。このモジュールは完成したばっかりの改良型なの。私と教会への忠誠心だけじゃなくて、イマジネーションを強化するための回路も組み込んでみたの。これをシンセサイズすれば、効率の悪い訓練なんかしなくとも、その瞬間から真意の力を使えるようになるわ。今しかない。あとは体さえ動けば。またあなたの記憶を見せてちょうだい。今度こそ一番大切にしている場所にこれを。そうすればもう二度と頭が痛くなったりしないわ。それだけじゃない。くだらない悩みや苦しみ、
飢えや渇きから永遠に解き放たれるのよ。さあ、さっき教えた術式をもう一度唱えて。今だ、カーディアさんの探検をアドミニストレーターに。おでん。どこに隠し持ってたのかと思ったら、図書室のちびっこの仕業ね。それは、そのおもちゃにメタリック属性を与えたのはちびっこの失点ね。今の私の肌にはあらゆる金属オブジェクトは傷をつけられないの。永遠の愛、永遠の死を。そうよ、ユージよ。私に全てを委ねれば、あなたを苦しめてきた渇きはたちまち癒される。あなたが抱え続けてきた不安や恐れは消えてなくなる。愛を支配し、支配されること。かわいそうなのはそんな風にしか言えないあなたの方だ。何？愛は支配することじゃない。見返りを求めたり、取引で手に入れるものでもない。救済など必要ない。僕は本当に大切なもののために戦う。それが答えなのね、坊よ。いいわ、ならせめて苦しまないように殺してあげる。He's actually walking with both hands behind. よ、ユージオ。来るなって言ったのに。俺がお前の言いつけを素直に守ったことがあったか？そうだね。君はいつもそうやって。あれが最高司祭アドミニストレーターか。そうです。6年前と何一つ変わっていない。あらあら、この部屋にこんなにナイスライトがあるなんて初めて。あらあら、ナイス。おお、アメイジング。 Thank you game. Alright, I love this game. I don't care. ベルフーファナティオはそろそろリセットする頃合いだったけれど、アリスちゃんはまだ6年くらいしか使ってないわよね。論理回路にエラーが起きている様子もないし、やっぱりそこのイレギュラーユニットの影響なのかしら。面白いわね。ねえアリスちゃん、あなた私に何か言いたいことがあるのよね。怒らないから。
今言ってごらんなさいな。最高司祭様、栄えある我ら聖豪騎士団は本日をもって壊滅いたしました。私の隣に立つわずか2名の反逆者たちの剣によって、そして最高司祭アドミニストレーター、あなたがこの塔と共に築き上げた果てしなき執着と欺瞞ゆえに、我が究極の使命は氷教会の守護ではありません。剣なき幾万の民の穏やかなる営みと安らかなる眠りを守ることです。しかるに最高司祭様、あなたの行いは人界に暮らす人々の安寧を損なうものに他なりません。ポンコツの1号2号を含めて10人足らずじゃないですか。つまり私にはまだ20個コマが残ってるんですよ。お前一人がガタガタ言ったところで教会の支配はピクリとも揺るぎゃしねえですよ、この金ピカ小娘。バカはお前ですか、クソ男。その丸い頭には脳みそではなく麦わらやボル布が詰まっているのですか。残る騎士20名のうち半数の10名は最高司祭様の言ったリセット、つまり術式による記憶の調整で動かせないのでしょう。そして残る半数は今も飛竜に打ちまたがり果ての山脈で戦っています。彼らを呼び戻すことなどできはしない。それをした途端に山脈の北西南を貫く洞窟と東の大門から闇の軍勢が押し寄せ、氷教会の支配は崩れ去るからです。私は寛大だから、下がりきったお前の評価を回復する機会をあげる。あのようなクソ虫3匹芸家に荒らせられましては小指の一押しでぶっ潰せますもの。わざわざ修正にその喜びをお与えくださる寛大さ、修正泣けます、泣けますですぞ。うわ、適当にやって。はい、修正視力を尽くしてご期待に応えますぞ。チュデルキ、お前の信念なき技など空気で膨らませた紙風船に過ぎません。お前と同じように。違う、私にだって信じるものはあるんですよ。それはズバリ愛。我が尊く麗しき最高司祭陛下への偽りなき愛なり。なあ、チュデルキン、小生これより神明を閉じて反逆者どもを殲滅いたしますよえ。それを成し遂げた暁には、芸家の芸家の尊き恩義をこの手で触れ口づけし、一夜の夢を共にするお許しを。何とぞ、Come on。何とぞ頂戴いたしたか。いいわよ、チュデルキン。創世神ステイシアに誓うわ。役目を果たしたその時には、私の体の隅々に。Then they actually really showing what the fuck。無常の歓喜に包まれておりますよ。もはや小生、闘志満杯、正気を追いつ、はっきり言いますれば無敵ですよ。